皆様ごきげんよう。占い館ルーチェ代表の沙織です。いつも私たちの動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画なんですが、占い師になりたい方、そして占いに興味のある方必見のルノルマンカードのカードの意味を詳しく解説するという動画になっております。それでは画面を切り替えて早速解説を始めていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。今回は15番の熊のカードの解説になります。圧倒的な強いパワーを持つ熊がもし目の前に現れたらということなんですが、もう少し噛み砕いてみると、ある日森を歩いていて熊に偶然出会ってしまったらというところからイメージを膨らませていただくとよろしいかもしれません。この熊もくまモンや熊のプーさんのようなキャラクターのようなね、愛らしい可愛らしい熊ではなく、森の中で圧倒的な権力を誇っている熊をイメージしてください。ですから地位がある、力を持っている、会社の経営者であったり上司であったり、自分よりもはっきりと上下関係がはっきりしている立場の上の方を表しています。ですからリードする引っ張る力があり、でも時にはワンマンで圧力をかけてプレッシャーをかけてしまうような相手かもしれません。森の中でクマに会ったら、あっと驚いてちょっと萎縮してしまったり、ひるんでしまったり、そんな気持ちになりますよね。その様子をリーディングに使っていただくとよろしいと思います。そしてこのクマは母親という意味も表します。なぜならクマの一族の中で一番権力を持っているのは母親のクマだからなんですね。そしてこの母親のクマ、とても愛情深く子グマを守ろうとする安定感のある、お母さんのクマなんですが、時に強引で独占欲が強く頑固で自分勝手なところがあります。ですから自分の愛情を押し付けてしまうなどという読み方もできるので、リーディングの時には注意が必要です。全体的にこのクマを皆さんがもう少しイメージしやすくするときに、どうしたら伝わりやすいかなと思ったときに、私はドラえもんというアニメに出てくるジャイアンがこのクマにぴったりなんじゃないかなと思っています。同級生の中でも圧倒的な権力を持ち、リードしてみんなを引っ張るような、ジャイアンなんですけれども、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものという名台詞があるように、ちょっと自分勝手で強引でわがままな俺様みたいな感じのところもあるので、そのようなイメージもしていただくとよろしいかと思います。今回はここまでとなりますが、皆様カードの背景はご理解いただけましたか？今後もカード一枚一枚の背景などを詳しく解説していきたいと思います。ぜひ日々のリーディングにお役立ていただき、ルノルマンカードの世界を楽しんでいただければと思っております。ぜひまた今後もね、このように皆様が楽しんでいただける動画を私をはじめルーチェ占い師一同頑張って作っておりますので、ぜひ高評価ボタンとフォローで温かく応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。 YouTube 以外にも TikTok、Instagram をやっています。合わせてフォローといいねをよろしくお願いいたします。